はい、皆さんこんにちは。私は神奈川県警察採用センターの松下と申します。これから警察事務職員の業務説明をさせていただきます。まず警察組織についてお話をさせていただきます。警察組織は大きく分けて総務部、警務部、地域部、生活安全部、刑事部、交通部、警備部の7つの部門があります。警察事務職員の方の主な勤務地は神奈川県内の警察署や警察本部です。警察官、事務職員ともに各部門に配置されています。警察官と事務職員の違いについてですが、警察官は公安職、警察事務職員は行政職となります。警察事務職員は警察署などで警察官と一緒に仕事を行うことが多いですが、犯人を逮捕したり交通の取り締まりを行うことはありません。採用試験についても警察官は体力・体格検査がありますが、事務職員はありません。事務職員の多くはデスクワークになりますので、運動や体力に少し自信のない方でも問題なく勤務することができます。採用後の人事制度や移動パターンについてお話しします。警察事務職員として採用されると、主に警察署の警務課、会計課、生活安全課、刑事課、交通課のいずれかに配置されます。各所属に配置された後、まず最初に警察学校に入校します。春と秋に2週間ずつ入校して、警察職員としての基礎的な研修を受けます。警察官のようなしっかりとした体力練成や訓練はありませんので、心配しないでください。基本的には通学ではなく2週間の寮生活になります。寮生活というと不安に感じる方もいるかもしれませんが、一緒に学び生活する同期がいることで同期同士の絆も深まりますから、楽しみにしていただきたいと思います。県警察では春と秋の2回人事異動があります。個人としてはおおむね2年から5年程度のスパンで神奈川県内の各警察署または警察本部へ移動となります。勤務地は基本的に自宅から1時間程度で通える範囲内で考慮されますので、単身赴任をする必要はありません。県警察では採用された翌年から年に一度希望する部署や勤務地などについて移動希望が申告できる自己申告制度という制度があります。家庭の事情に合わせて勤務地の希望を出したり、働いてみたいセクションへの希望を出すことも可能です。では最初に配属される可能性の高い警察署での警務課と会計課の業務について簡単にお話ししたいと思います。警務課は警察職員の給与管理や福利厚生等に関する事務、勤務状況や休暇の事務処理、また警察署で主催する啓発イベント等の運営を行っています。こうした警察職員のための仕事が多く、職員の勤務を根底でしっかりと支えているからこそ、職員全員が全力で働くことができています。まさに警察組織の屋台骨を支える重要なセクションです。また警察署の代表電話にかかってきた電話の交換業務も担当しています。続いて会計課ですが、警察署で使用する物品の購入や旅費の精算事務、施設の管理・修繕、また遺失物・拾得物の取り扱いなどを行います。窓口業務を担当するため、市民と接する機会の多いセクションでもあります。外国人が日本の治安を良いと感じる一つの理由に、落とし物が自分の手元に戻ってくることを挙げる方が多いそうです。落とし物を取り扱う会計課はまさに困っている人を助ける仕事であり、日本の治安の一端を担っているとも言えます。事務職員は警察官のサポート役と考える方もいるかもしれませんが、県民と接する事務職員が警察署の顔として
県民の安心安全に直接的に関わる仕事だと思っています。その他に事務職員が活躍するさまざまなセクションを一部紹介させていただきます。警察署では生活安全課で風俗や古物商などの許可申請や届け出の受理を行ったり、刑事課では犯罪統計資料の作成や捜査書類の管理を行っています。また交通課では運転免許の更新や返納に関する手続きなど行っており、二俣川にある運転免許センターでも多くの事務職員が活躍しています。警察本部では装備課というところでパトカーや白バイなどの車両購入や警察官や事務職員の被服、制服ですねの調達などを行っている係もあります。また情報管理課ではシステム開発やネットワークの整備など行っている職員もおりますし、珍しいところでは鑑識課で捜査に関わる物的証拠を現場から採取し鑑定や管理を行う事務職員もおります。警察官とともに事件現場に臨場することもあります。警察職員の仕事の魅力についてお話しします。まず一つ目は県民の安心安全のために働くことができるということです。警察事務職員の仕事は警察組織の基盤を支える大切な仕事です。皆さんが思い描く警察というのは普段街中で目にする交番やパトカー勤務などの警察官であったり、テレビドラマなどで目にする警察官の姿を想像する方が多いと思いますが、土台となる基盤がしっかりしていなければ職員も全力で働くことはできません。こうした間接的に治安維持に貢献できるという面と、先ほどお話しした運転免許事務や遺失拾得物の取り扱いなど窓口業務などを通じて直接的に県民の安全安心を支える仕事ができます。県民の方と直接触れ合い、ありがとうや助かったという言葉をいただいたときには少しでも役に立てたと本当にやりがいを感じることができます。二つ目は幅広い業務で仕事をすることができるということです。先ほどご説明したように警察組織にはさまざまなセクションや業務があります。どの部署においても共通して必要とされる刑務課のような業務もあれば、警察ならではのその部署でしかできない業務もあります。実際に仕事をしながら一つの業務を極めていくこともできれば、興味のある業務にチャレンジしてさまざまなセクションで経験を積みスキルアップしていくことも可能です。3つ目はサポート体制が整っているということです。採用時に入校する警察学校での教養のほか、遺失拾得物業務や文書管理、情報処理に関する研修など、自分が担当する業務についての研修や、承認した際の研修があり、新しい業務に対してもフォローする体制が整っています。その他にも手話や語学、似顔絵操作の研修など、プラスアルファのスキルを身につけて、今後の業務に生かすことのできる各種研修制度も充実しています。また職場では警察官、事務職員を問わず仕事を教えてくれたり、困ったことがあれば相談に乗ってくれる上司、先輩、同僚がいますので、安心して仕事をできる環境が整っていますから心配しないでください。警察職員として求める人材像は、一つ目は警察の仕事に興味がある方です。警察の仕事は運転免許の更新や落とし物の対応など県民の生活に密接に関わる仕事も多くあります。人の役に立ちたい、困っている人を助けたいという方、事務職としても県民の安全安心を守りたいという方をお待ちしています。二つ目は素直さや協調性のある方です。警察に来る方は何かに困っていたり、相談しに来る方が多くいます。相手の話を素直に聞き、相手の立場に立った親身な対応が求められます。また、どのような仕事であっても自分一人で成し遂げられるものではありません。
警察組織も複数のセクションが協力して警察としての総合力を発揮しています。ですから先輩や同僚と協力してチームで仕事を進めていく協調性も必要となります。3つ目は仕事に対して積極性、責任感のある方です。来訪者に対しては受け身で対応するのではなく自ら声をかけていただきたいと思います。また自ら仕事を学ぼうとする積極性があれば仕事も教えてもらいやすくなりますし自らのスキルアップにもつながります。警察では個人情報を扱うことも多く来訪者にとっては人生に関わる場合もありますので仕事に対する責任感も求められます。最後に警察事務職員の業務は非常に幅広く様々な経験を積むことができます。また警察官でなくとも窓口業務や各種業務を通じて県民の方々と接し県民の安全安心を守るというやりがいを感じることができます。警察組織は人を大切にする温かい組織であり皆さんの個性を発揮できる職場です。人のために働きたい、警察に興味があるという方はぜひ警察事務職員という職を選んでいただきたいと思います。ぜひ警察官と同じ責任と誇りを胸に自ら治安維持の一端を担うという自負を持って一緒に働いていきましょう。ご清聴ありがとうございました。